ただいまから知事定例記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手をお願いします。またご質問の際は社名とお名前をおっしゃってください。ご質問です。朝日新聞の石塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自主避難者について伺います。去年の3月ですね、避難者への住宅の無償提供が終わり、来年の4月にはですね、民間賃貸住宅の家賃補助が終わったり、国家公務員住宅の貸与が終わったりという、来年の春に節目を迎えると思います。そうした中で避難者の団体からは、その自主避難者が例えばどこへ避難をしているのか、または戻ったのか、そして生活の実態がどうなのかというのを実態調査をするというのを県は求められていると思います。これまでそうした調査を行っていなかったと思いますが、今後どういうふうにお考えなのか、もしその必要がないというのであれば、その理由を教えてください。今後の住まいを確保されていない世帯に対しては、避難元あるいは避難先自治体等と連携を図りながら、速やかに住まいを確保できるよう引き続き支援を行ってまいります。また住まいを確保された世帯に対して、家賃補助をはじめ必要に応じ個別訪問、あるいは全国各地の生活再建拠点における相談対応を行うなど、支援を継続しているところであります。今それぞれのご世帯、それぞれの状況もあろうかと思います。そういった方々に対し、引き続き個別に事情を伺いながら、県としてできる限りの対応を続けてまいります。そうすると、その全体を俯瞰するような調査というのは特に必要はないというお考えでしょうか。現時点では今ご相談のある方々に対してお話をしていく、また現在の制度等について丁寧にお話をしていく中で進めていきたいと考えております。重ねてなんですが、個別に相談に来る方というのは、自分自身から足を運ばれたりとか、いろいろ、団体と連携すると思うんですけれども、全体のこの調査をすることで、例えばより多くの人からそうした課題とか問題とか、そういうことをキャッチアップできるような、気もするんですけれども、そのあたりはいかがですか。はい、特に担当部局においては、各種の団体の方々、あるいは避難先の自治体の方々からさまざまなお話を伺っております。また個別に避難者の方からもお話をいただく、そういう中で丁寧に対応していくということで取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。21日なんですが、第3回の聖火リレーの福島実行委員会、こちらがあるんですけれども、この会で県内のルートの概要が決まることになると思うんですが、改めてどういったことが議論の中心に第3回になるかお聞かせください。はい、今月第3回の実行委員会を開催をしまして、通過市町村や通過順、セレブレーション会場といった県内のルート案を取りまとめ、組織委員会に提出する予定であります。その後、組織委員会や IOC の調整を経て、来年の夏ごろまでに組織委員会からルート概要として公表されると聞いているところでございます。関連しまして、この聖火リレーで県民の関心がすごく高い一方で、その実行委自体はその議論冒頭を除いて非公表で、そのルートについても今おっしゃったように来年夏ごろまでは多分公表されない見通しだと。IOC の方で例えば公表すれば決定を変更するとか、そういった話も聞くんですけれども、その実行委員会の方がそもそも議論が非公表になっている理由というのを改めてお聞かせください。はい、今回のこの聖火リレーのルートのあり方、これは組織委員会等と丁寧に調整をしているところでございます。各県においてこういった実行委員会等を開催されているかと思いますが、おそらく同様の対応が多いのではないかと思います。やはり国全体の対応の中でこういった取り扱いをしているという点をご理解をいただければと思います。もう一問関連で、公表された後にどういった議論がなされたかっていうのを
改めて県民に伝えたりするご予定というのはあるんでしょうか。はい、今後検討していきたいと思います。他にございますか。知事おはようございます。福島中央テレビ席です。与党の、税制大綱で、都の税収の再分配というのが決まりまして、いや決まったというか、まあ、方針が出て、都知事からはその地方分権が死んだというふうに話が出ているんですけど、昨今その、まあ、あのふるさと納税一つにしてもですね、なんかこう、なんていうんですか、その返礼品目当てというかですね、全くこう本来の目的を果たしてないというか、まあ、三位一体改革以降ですね、あまり分権と、税源の分配というのがですね、あまりうまくいってないんじゃないかなという、総務省の出身の知事としてですね、この現状をどのように見て、でどう訴えていかれるかというそのお考えをちょっと聞きたかったんですけれども。今回の地方税制の改正の流れの中で、地方法人課税の偏在税制等についての議論が進んだ。これは特に地方における自治体にとって一歩前進かと捉えております。一方で全国知事会議でも非常に熱く議論が交わされたところでありますが、税源の偏在税制の議論をしますと、やはりいただく側とある意味出していかなければいけない側、このそれぞれの利害が対立するという側面がどうしても出てまいります。そういう中でどうやって全体のパイを大きくする中でいい形の税源の偏在税制をするかということが主の論点になっています。やはり東京都には東京都のお考え、お立場は当然あろうかと思いますし、国全体の中でどういった税源配分というものがより好ましいのかということを常に議論していかなければいけないと改めて感じております。またふるさと納税の議論もしかりでございます。ふるさと納税という全体の枠組み、これは一つ有益な部分、プラスの部分間違いなく持っておりますが、そのシェアをこう分取り合戦のようになってしまうと、やはり本来の意味を壊しかねないという観点から、今の一定の制度の見直しというものがあります。この地方分権のあり方を大事にしながら、全体としてのより公平な公正な制度を構築するというところは、場面によってはちょっと矛盾する部分が出てくるんですが、全体としてやはりどうやって折り合いをつけていくか、そのためにはいろんな議論をお互いに重ねていくことが重要だと思っております。今後も全国知事会等において、この税源配分のあり方というものはやはり議論に何度もなってくるかと思います。そういった点で特に福島県地方部の広域自治体として、どういったあり方がいいのかということを発信をしていきたいと思います。ごめんなさい、重ねてですけど、実際知事になられてみて、こう不自由、権限がなくて不自由なところとか、なんで財源がこっちにないんだろう、税源がこっちにないんだろうって思われることは、ごめんなさい、質問の中だと申し訳なかったんですけど、感じられることというのはありますか。私自身、例えば九州の佐賀県であったり、北陸の福井県であったり、あるいは福島県であったり、地方団体での勤務経験長くございます。そういう中でですね、より自主的な一般財源、この割合が高ければ、よりさまざまな自治体としての仕事がしやすいということは間違いなく常に感じてまいりました。一方でやはり全体として国民の皆さんの納税というものをベースにした財源で、国と地方のそれぞれの税財源のあり方というものにもかかってきますので、当然そこには一定の制約があります。その制約の中で、国と地方の歳出、あるいは都道府県と市町村の歳出、そのバランスを見ながら歳入のあり方を常に考えていかなければいけないというのが、私自身のこれまでの30年来、地方のあるいは国において総務省という立場で考えてきた基本スタンスでございます。あともう一つ大事なことは、限られた財源の中でより良い効果を出すためにどういう知恵と工夫を重ねたらいいか、ここ重要でございます。ただお金を取ることだけではなくて、今あるものの中で最大の力を発揮するためにどういう工夫をしたらいいのか、同じ税源を仮に持っていても、その仕事の仕方によって結果的に県民益は全く変わると思っています。であるからこそ、
今復興地方創生に臨む福島県として挑戦を進化させたいということをかねがね言っておりますが、いろんな多くの方の力を巻き込んで広げていくことによって、同じ税源であってもその効果が 1.1 倍 1.5 倍、場合によっては2倍という効果を生むことができると思いますので、そういった点を合わせてやっていく中で、国に対して我々に任せてもらえるとこれだけの効果が出るんだということを具体的に説明し、税源以上への納得性というんでしょうか、説得力というものを高めていくことも私自身の大事な仕事ではないかと考えております。他にございますか。福島民友の鈴木です。おはようございます。おはようございます。弊社が実施している、県内の重大ニュース、読者が選ぶものですね、これの中で、福島第一原発の廃炉方針の表明というのは10位で、民放さんが同じような県内の読者に対してアンケート実施しているものでも、まあ、県外だったかとは思うんですけれども、原発に対する関心が県民の方なかなか低いという捉え方もできるかと思いますし、まあ、あるいは、明るいニュースがそれだけ増えてきているという捉え方もできるかとは思うんですが、このニュース県内重大ニュースの結果を受け止めについて、知事どのように捉えていらっしゃるのかお聞かせください。今回重大ニュースそれぞれ拝見をさせていただいております。県民の皆さんがこの1年間を振り返って、福島県のニュースそれぞれ自分の思いを投票されたものと受け止めております。私自身は福島県内本当に59市町村もあり、また今年は知事選挙もありましたので、多くの県民の方と実際に触れ合いお話をしているところでございます。そういう中でやはり切実に感じるのは、第一原発の事故あるいは原子力政策のあり方について県民の皆さんが極めて強い関心を持っておられるというのが私自身の実感であります。福島の方々は他の県の方々と違って原発事故という重い課題を背負い、そしてこの7年9ヶ月本当にさまざまな苦しい辛い思いされてきました。また今もなお避難生活続いていますし、避難区域の特に帰還困難区域等では今後の方針すら出ていないというのが厳しい現実であります。浜通り中通り会津地方にかかわらず、やはり原発事故に対して県民の皆さんは強い関心と懸念というものを持っておられるというのが私自身の感覚ですので、やはり福島県としてはこの原子力災害への対応あるいは第一第二原発を合わせた10基の原発の廃炉を確実に行っていくように国東京電力に対して求めていく、この姿勢を全うしていきたいと考えております。ありがとうございますか。朝日新聞の小泉です。おはようございます。おはようございます。少し前の問題になるんですけれども、いわき改正のですね、実習船の機関士が生徒と飲酒をするというふうな、事故を起こすという事案がありました。で、今年は非常にそういう不祥事が多くてですね、いろいろ対策をされてきたと思うんですけれども、こういう、教育長の方も言語道断という言い方をされてましたけれども、言語道断な、問題が起きてしまったと。でまずこの問題のですね、現状でのどういう背景があってこういう問題が起きたというふうに把握されているのかということと、今後の対策について教えてください。今回の不祥事は生徒を預かる学校においてあってはならない事件であり、大変遺憾であります。県教育委員会においては不祥事の根絶そして信頼回復に向けて緊急の通知を発出をし、深刻な事態であるという認識のもとで対応を進めているところであります。不祥事を起こした職員への処分は県の教育委員会が調査中であります。厳正に対応されるものと考えております。またこういった案件も含め今年1年県職員の不祥事の問題というものがございました。その点を我々自身が真摯に重く受け止めて、こういった問題を起こすことがないよう、やはり来年に向かって臨んでいくことが何よりも大切であると考えております。
先ほど部長会議を行ったところでございますが、そこにおいても改めて職員のコンプライアンスの徹底ということを各部局長に対してお話をいたしました。こういった点、気を引き締めて引き続き対応してまいります。他にございますか？それでは以上で、記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。